あ、ポキちゃん T シャツ出してんだ。へえ、なんかツイッターで T シャツの宣伝してんじゃん。へえ、これか。へえ、そうなんだ、出したんだ。あ、やばい、動画始まってた。はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回もですね、面白そうなスマホアプリが何個かあったので実況プレイしていこうと思います。一つ目はですね、こちら俺の手ということで、なんだ俺の手で開きますか。はい、俺の手ってなんか意味わかんないと思うけど、まあなんかね、テーブルクロス引きのゲームです。俺に引けないテーブルクロスはないということで、なんかランド目のタイトルでありそうですよね。じゃあやっていきましょう。始める。おー、引いたね今。普通だったら手とか違いがあるの。子供の手、犬の手、ロボットの手、女性の手、猫の手、神の手、おもちゃのって、へえ、いろいろあるんだ。でもなんかポイント貯めないとまあ無理って感じですかね。ではまあとりあえず普通の手でいきたいと思います。決定。ステージ1、期待いくぞ。どんな感じにやるんでしょうね。テーブルクロス席のゲームは初めてやるな。始める。3、2、1、来た。いくよ。え、どうやったらいいの。え、あ、あ、2本の指でシュッと引けってことだ。いくよ、せーの、うれしゃありがとう。次へ行くぞ行くぞ。俺得意かもしんないよ、もしかしたら。行くよ。時間制限はないんだよねこれ。ゆっくり来い。せーの、うれ、はい、完璧。リンゴが一切動かなかったね。今見ましたか皆さん。ポイント高いよ。うわ、パンケーキ。うわ、しかも何段これ。10段くらいありそうだね。行くよ。ほい、はい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 、余裕余裕余裕。お前パンケーキ舐めんじゃねえぞマジで。蜂蜜がいい感じ接着剤になってましたね。なんだなんだなんだ、だいぶ一気に難易度上がってきたけど、はい、完璧。え、え、嘘、ちょっと待って、こぼれた今。え、なんかこぼれたんだけど、なんで今こ、え、おかしくない、なんか時間差なかった。はい、え、難しいちょっと待って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 、今までと同じようにやってんだけどな。なんでだなんでだ、ゆっくり引いたらどうなんだろうこれ。一体一回ゆっくり引いてみます。逆発想ダメダメだダメダメだダメダメだ。やっぱさっと引くべきですね。いくぞいくぞ、引く準備しといて。せーの、うれ、あ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 、え、嘘、今完璧だったでしょ。はい、完璧、よかった。結構失敗したけどね。あー、リンゴか。まあでもこれあれですね、4つの上に1つなんで多分そんな難しくない。この手前の3つの方が難しい。いくよ、うれ、よし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 いいね。次行きましょう、どんどん行きましょう。うわ、なんだ、お寿司か。でかくね、なんかやけに寿司のサイズ感がアメリカンなんだけど。え、でも寿司って別に難しくないよね。いくよ、ほら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 、ちょっと動いたから焦ったけど大丈夫。前世占いとかいらないです。なんだなんだ、これはあれか、もしかしてマカロニじゃなくてマカロンか。はい、はい、完璧。女子力の塊もちゃんと落とさない。なんだこれ、ステーキか。素敵なステーキですね。うわ、これナイフとフォークがついてきそう。うら、あー、水ステーキが水浸し。おいおいおい、これ大切、これはやばい。もうね、今までで一番緊張してる俺、正直言って。こんなん失敗したらもう動画投稿できなくなるからね。まあ、29回クリアしてきたんで、それを今全て込める指先に。いくぜ、はい、完璧。そこは失敗しといた方がよかったんじゃない。いい笑顔。はい、では次のアプリいきましょう。続いてはですね、王女のヘアということで美容室のアプリです。まあ髪の毛を切ったりセットしたりできるアプリで、まあ完全なんか女の子向けみたいになってますけど、まあなんでこのアプリやるかっていうと、まあ僕普通に自分がね髪の毛切りたくて、あのホットペッパーっていうアプリあるじゃないですか、あの美容室探せるアプリ、あれをこうアップルストアで検索してたらこれが出てきたんですよ、たまたま。なのでやっていきます早速スタート。あ、なんだなんだなんだ、あ、どの子をあのスタイリストっていうかあのするかってこと。上2人しか無理だと。あー、じゃあこのアンナで行きましょう。よし、おお、アンナ、イエーイ。どうしてんのこれ、おすごいちょっと、じゃあこれ、なんだなんだなんだ、待て待て、え、なにこれ、どういうこと。は、すげえ、なんかタッチしたら髪の毛が自由自在に。え、なにこれ、あの、あれってこと、もしかしてなんかここに行った時は決め顔するんだけど、こいつ
ここら辺なんか眠たそうじゃないですか。でも上に行ったっけ、キメ顔。なんだこいつ、なんだこいつ。おいおい、これドライヤーってことかな。どんだけ風強いのこのドライヤー。やべえ、これサングラスとかもできると。うわ、全然解放されてねえな。はいはいはい、いいね、いい髪型じゃん。これは、あー、ちょいちょい、いいね。うーん、これくらいがいいんじゃない。ひどいなこれ、やべえなこれ。これはなんだ、矢印。あ、え、串、あ、研いであげることもできると、髪の毛。あーあああ、なにこれ、これはパーマか。全然わかんねえけど。ひどい、痛い、パーマかかったんだけど。ちょっと待って、サングラスいらねえな。サングラスいらないんですけど。サングラス、あー、ちょっと待ってよ。こうやって、櫛でやってあげて、パーマかけましょう。あー、いいね、完璧だね。次は、ちょっと切ってあげましょうか。あー、そうそうそう。長いやつは切ってあげてね、やっぱ。毛先が傷んじゃうかもしんないんでね。こう、パーマ当てた後は切ってあげる。いい感じの長さにね。あー、いいですか？はい、これなんだ？これ髪の毛巻くアイテムかな？ちょ、僕使ったことないんでわかんないんですけど。次のやつは？これはなんだ？あ、これ逆に、なんかストレートになってる？ストレートにするアイテムかな？あ、バリカンがありますね。よし。ゆで卵。これなんだこれ。あ、あ、すげえ！生えてきた！え、これ塗ったら生えてくる！めっちゃ嬉しそう。え、でもなんか、あんま生えてきてねえな。マジかよ。これは何？おぉ！あ、色塗れるんだ。これは。え、面白い。いや、でも面白くない。ちょっと待てよ。じゃあ完璧に、完璧にセットしましょう。まずドライヤー。はいはいはい。これくらいの角度かな。で、パーマ。完璧。で、カット。ここカット。ここカットね。はい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 。で、ちょっと、反ります。ちょっとだけね。はいはいはい。いいね。完璧じゃん。まあ、生やすのはいいでしょう。で、黒に、こっちだけ染めてあげる。あー、いいね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 。あ、色も選べるんだ。てか、白にしようぜ、じゃあ。おー！すげえいいじゃん。めっちゃ似合ってるよ。で、もう一回ドライヤーをかけてあげると、完成です。はい！はい、では今回ラストのアプリ行きましょう。スライダーということで、ウォータースライダーのアプリですね。ウォータースライダー団体戦って、いや、そういうなんだっけ、ウォータースライダーって。ただの遊びだよね、あれって。まあ、やっていきましょう。ウォータースライダーに全力をかけた男たちの物語かな。画面をタッチでジャンプします。タッチの長さで飛距離が変化。え、なになに、あー、すげえ、あおい、どんなウォータースライダーよお前、マジでやばすぎるだろマジで。このプール全然メンテナンスしてねえじゃん。はい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 。なんか一人でも落ちたらダメって書いてあったよね。難しいぞこれ、なんか全然掴めないんだが。はいはいはい、飛べ、危ない、はい飛べ、いいぞ、はい飛べ。しゃべだな二人。いやー、本当に下の人はどんな気持ちで見守ってんだろう。誰だ。あ、めっちゃいい感じかも。いいねいいね。 100m 腕超えたよ。150。あー、慣れてきた。やったか。俺さ、思ったんだけどさ、あー、落ちた一人。一人しか生き残ってない。無限にいけるかもしんないよみんな、これコツつかんだら。同じことの繰り返しですからね。あー、でも結構高くまで上がれるんだね。うん、ほんとね。そのさ、いちいち飛ぶたびに手を振るのやめてくんね。あははは、全員落ちた。はい、ではちょっと一つおまけでやっていこうと思います。なんかね、今ちょっとツイッター見たらおすすめされたアプリなんですけど、なんだこいつ、なんで恥ずかしがってんだ。はいはいはい、これバカゲーらしいです。好きな場所をタップして一歩、はい、タップ。あー、なるほどね。俺がタップするたびに歩いてる感じこれ。はいはいはい、なんかあれを感じるね。なんだっけ、あのさ、走るゲームなんかあったよね。 QWOP か。割れ目を避けよう。割れ目、あ、割れ目って地面の割れ目のこと。はいはい、チェックポイント、イエーイ。割れ目避けるってなんだ。は、うわっ、やれるさって何。ちょっと待って、なんで死んだのこいつ。え、全然意味が分かんないんだけど。
割れ目にちょっとでも触れたら死ぬってこと？どんだけつま先が敏感なんだよお前は。つま先敏感すぎだろマジで。やべ、いやー、そっちもダメなのか、かかともダメか。足の裏基本的に敏感な人なんですね。なるほどなるほど、いい感じだぞ。でも俺こういうね、意味のわかんないゲームマジ得意だから、やっぱ日々ね、うまく頑張って歩いてるんで僕。はいはいはい、慣れてきた。うわ、そこそこ倒れ、あー一歩目で、一歩目できついな。 40m？ まだ 40m？ なぜだーじゃねえよ。こんだけ頑張って歩いてきてまだ 40m なの？マジかよ。こいつがさ、コンビニに行くのに何時間かかんの？ついに有名な 100m 超えました。何？横断歩道？あ、車に引かれちゃダメってこと？ありがとう、待ってくれてる。よし、あーごめんごめんね、ずっと行けないよね俺が行くまで。ごめん、ほんとごめん。ちょっと待てよ。あーはーはー、痛いまた開きすぎた。ちょっと待てよ。あーはーはー、まただちょ、このゲームさマジ難しいんだけど。よし、待て、先車行かせよう。もう悪いから、待たせたら。おい、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、なんか変な動きしたぞ。ここで止まってたら引かれたりすんのかな、もしかして。ちょっと止まってよ。あ、優しいですね。やっぱね、こういうことなんですよ。こう車の人がね、優しい世界。おい、ということでね、とっても充実したスマホアプリ実況プレイでしたね。ありがとうございました。もし可能な方が楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押しちゃってね。今日は新しいエンディング皆さんありますよ。ではどうぞ。